PM1910 銃機関銃は、ロシア帝国で開発された銃機関銃。19世紀に始まった産業革命以降、工作機械の発達と同時に、世界各国では、銃器、兵器に関してもそれまでとは比べ物にならないほどの発展を遂げることとなった。中でも、それまで単発でしか撃てなかった小銃や拳銃に代わり、自動式銃器の発達により、 機関銃や自動式拳銃、さらには、連発式ライフルといった銃器が生まれたのも、この頃である。19世紀に開発された代表的な機関銃として、マキシム機関銃が挙げられる。水冷式である、この機関銃は1885年に、アメリカ人であるハイラーム・マキシムにより設計された。発射速度が速く、銃自体もガトリングに比べて軽く、しかも、 機関部の故障も少なかったため、世界各国で機関銃の売り込みは成功。1890年にイギリス陸海軍で採用されたのをはじめ、その後世界各国で正式採用された。当時のロシア帝国も例外ではなくマキシム機関銃を大量輸入し、さらに1902年にはイギリスから自国生産のためのライセンス権を取得し、国内生産を目指した。 しかし、他国に比べて、この頃のロシアは、工業力が乏しく、さらに、同年始まった、日露戦争などが重なり生産準備が遅れ、ライセンス取得後の1905年にようやく、トゥーラ増兵省において、PM1950 機関銃の生産を開始することができた。日露戦争では、ロシア帝国陸軍はこのマキシム機関銃を、要塞や陣地に設置して使用し、 対する日本軍に対して多大な損害を与えた。しかし、生産ラインが整ったばかりであり、ロシア軍に配備されたものは、初期輸入した機関銃しかなく、配備数は少なかった。日露戦争以降、ロシアでは独自に開発した機関銃が存在せず、第一次世界大戦直前までの長い間、マキシム機関銃のコピー品である PM1950 機関銃を、 使用してきた。しかし、実戦において、マキシム機関銃の有効性を再確認した、ロシア軍は、この機関銃の完全コピーであった PM、PM1905 を改良し、PM1910 機関銃を改めて開発した。PM1910 は、水冷式であったため、水さえあれば何発でも連続射撃が可能であった。しかし、その分非常に、重く、馬や、車両、 さらに人力で牽引できるように、機関銃の銃下に車輪と引き手を取り付けている。また、生産コストを削減する名目で、重心部を覆う冷却水筒の材質を、それまでの銅から鋼鉄に変え、最前線で使用できるように防弾用の棒立ても取り付けられた。もっとも、この棒立ては、銃自身がさらに重くなることやライフル弾の直撃には耐えられなかったことから、 実際は外されることが多かった。また、冷却水の補充口が重心大多上部に変更され、大きな開閉式の蓋が設けられたため、陶器には雪や氷を手づかみで放り込むことで冷却水補充の問題を簡単に解決できた。タチャンカに据えられた PM1910 重機関銃開発後、PM1910 の感情差は前線兵士たちには歓迎され、 第一次世界大戦、ロシア革命、第二次世界大戦を通して使用され、ロシア帝国からソビエト連邦と国が変わっても防御陣地などで使用された。ロシア内戦時には、白軍と赤軍双方で使用され、特に赤軍が用いた数頭立ての馬が引く馬車の荷台に、後ろ向きに本銃を搭載し、魚車と銃士が乗り込む、 自動性を兼ね備えたタチャンカと呼ばれる戦車が白軍相手に活躍した。水冷式の構造により常に大量の水が必要という欠点があったため、ソビエト赤軍では PM1910 の後継として1938年に空冷機関銃の開発を開始し、1943年に空冷式銃機関銃として五流の FSG-43 銃機関銃が 正式採用されると、PM1910 は順次世代交代となった。しかし、その後も PM1910 は SG-43 と共に使用され、1945年のベルリンの戦いや、同年8月の対日戦線でも PM1910 は使用されている。戦後、余剰兵器となった PM1910 は東側諸国に供給され、 朝鮮戦争では北朝鮮軍がベトナム戦争では北ベトナム軍が使用している。また2014年に勃発したウクライナ内戦でも使用が確認されている。ありがとうございます。